さあ、変わってはここからは予選ワンヒート制で行われていきます YZ85 クラス。こちらはこのまま着順によって決勝ヒートのグリッドが組まれていきます。コースへと出てきました YZ85。 それではスターティンググリッドをご紹介をしていきましょう。見事タイムトライアルトップタイムをマークしたのはゼッケンナンバー5番近藤レーシングの金子直樹。アウト側2番手スタートでゼッケン11番の中川健太、3番手スタートにゼッケン1番が野田拓司、4番手からはゼッケン15番ですジャッカル原田カートクラブ葛西勇気、5番手スタートにはゼッケン38番の小林伊藤、6番手スタートに深津隆、そして7番手からゼッケン88番が岡田康則という7台。こちらはミッションクラスということで、この後ホームストレート上スターティンググリッドに一度マシンを止めてスタンディングスタートが行われていきます。さあこの予選ヒート久しぶりにポールポジションからのスタートを迎えていく金子。アウト側からはゼッケン11番ランキングリーダーの中川健太。さあワンチャンあんじゃね、中川健太がアウト側2番手からのスタートです。さあ今ブラックアウトスタートが切られていく。まずは金子の横、健太が並びかけていくホールショットはアウト側、中川、さらに野田拓司だ。野田拓司が健太の後ろ2番手まで上がってきた。岡田はスタートで遅れていく。5コーナーの飛び込み、野田拓司が鋭い飛び込みを見せていきますが、まずは中川健太トップキープ。おっとっとっと、タコツボの折り返し、ここで野田が飛び込んできた。オープニングラップ3番手スタートの野田が早くもここでトップを奪い返していきます。11コーナーでは健太が飛び込んでいきますが、これはオーバースピード、止まってしまった。中川健太頑張りすぎた健太がオーバースピード、コースを飛び出してしまってストップ。ワンチャンどころか予選止まってしまった中川健太。これでラップリーダー野田、2番手には葛西です。葛西勇気は2番手、そして3番手争いは深津対金子。さあ金子が3番手に上がってきて、後ろ深津が4番手、そして小林美子、止まっている中川健太の横、集団が通過をしていく。健太はもうこれは諦めてしまうか。さあ今度はトップ争い、葛西が目の前、野田拓司に近づいてきます。レジェンド野田に対して後ろ近づいてきました葛西勇気。止まってしまった弟子中川健太の思いも込めて、さあ野田に襲いかかっていけるか。10周のこの予選ヒートも3周終了、4周目、2番手葛西がファーストストラップ48秒165をマークしながら、さあトップの野田を追いかけていく。その差は現在コンマ4秒差。
ども4周目コンマ4秒を詰めてきたか。さあ野田のスリップに入ってきそうな8歳、ここでしっかりと野田のベールに張り付いて2コーナー狙っていきたい。ホームストレート戻ってくる。さあスリップを使って近づいてきた、近づいてきた。まだ2コーナーでは動かないか。それでも完全にもうここはロックオン、射程距離に捉えてきました。一方3番手の金子、4番手深津、5番手の李光といったあたりはそれぞれ少しずつ感覚が広がってきたか。さあ後ろから葛西のプレッシャーを感じてはいますが、ここで崩れることがないのがレジェンド野田拓司。冷静に淡々と周回を飛ばしてきまして、レース折り返し5周終了、6周目。タコツボの折り返し、ここで葛西が一度ノーズを入れていきましたが、軽くヒットがあったか、フロントが横滑り。中盤で一度トップ野田にモーションを仕掛けていきました葛西。残りは4周。残り3周に差し掛かってきましたトップ争い。さあ再びまた葛西が距離を詰めてレジェンド野田に襲いかかっていけるか。さらに4番手争いもまた近づいてきたか。勝つ高志対小林理子。この2台もテールトゥーノーズに入っています。さあなかなか行けそうで行けない距離というトップ争い。この辺りがやはり前レジェンド野田のうまさなんでしょう。要所要所をしっかりと抑えていくが、さあ5コーナー、ここで葛西が飛び込んだ。残り2周、ついにここで葛西勇気レジェンド野田をかわしていく。しかし野田もタコツボの折り返しインサイドを覗いていきます。ついに残り2周というところでトップが入れ替わった。さあ帰ってこれば葛西を先頭にファイナルラップに入っていきます。3番手は単独走行金子、4番手争いも残り1周に入っていく。深津対李光のこの4番手争いですが、少し李光が置いていかれてしまったか。ファイナルラップのタコツボ、ここもトップ葛西がしっかりと抑え込んでいく。11コーナー、ここで一気に野田が飛び込んだ。
さあ少し葛西が油断したところ、11コーナーのブレイキング、ここはうまくシフトダウンしながら野田が最後狙っていきました。逆転で野田拓司のトップチェッカー、葛西は少し油断してしまったか、がっくしと肩を落とします。3番手で金子、4番手2つ、5番手美子、そしてこの後6番手で岡田がチェッカーを迎えていきます。バックストレートエンド、ちょっと飛び込めるような距離ではなかったのかもしれませんが、ここで油断した葛西がアウトにマシンを振った直後、野田が一瞬でそこを仕留めていきます。